首都圏の連続強盗と特殊詐欺は闇バイトグループの犯行と考えられます。家にいる時も鍵をかけましょう。おととい、沼津市の頼重市長と清水町の関町長、そして沼津警察署は強盗や特殊詐欺に注意喚起を促すメッセージの録音や SNS に配信する動画の撮影を行いました。首都圏で闇バイトを実行役とした強盗事件が多発し、沼津署管内でも多くの特殊詐欺が発生して、受け子など闇バイトで集められた犯人を実際に検挙していることなどから、凶悪事件の発生を強く懸念しているということです。収録したメッセージは今後広報車で住宅街を回りながら呼びかけ、動画の配信は今月中旬を予定しているということです。